ナンバオサムは日本のカーデザイナー。鈴木やスバルといった自動車メーカーのデザイナー、コンサルタントとして活動した後、東京都立大学の教員となる。1956年に生まれる。出身地は東京都で筑波大学では芸術専門学群生産デザインを専攻。卒業後の1979年4月に鈴木自動車株式会社へと入社した。 軽自動車のマイティボーイやあルとセルボモードワゴン R の開発に関与。スケッチから起こしたコンセプトカー RS1 は第26回東京モーターショーに出展され自動車雑誌カーグラフィック1986年1月号の表紙を飾るほどの注目を集めた。この他ジムニーのスペアタイヤカバーとして今や定番となった。 動物の際のイラストも手掛けた作品の一つである。鈴木時代、ナンバは、先輩の福永達美と共に、ジムニー用、スペアタイヤカバーの柄を多数発案した。左の、際は、ナンバが、右の、四句は福永がそれぞれデザインしたものである。ナンバは1990年12月をもって、鈴木を退社し、1991年1月に、独立。 イタリアのカロッツエリア・ミケロッティ、スペインのセアト社中央技術センターでの経験も活かし、日本国内外のメーカー企業のデザインコンサルタントとしての活動を開始した。顔が2点3点した、霊根拠や必然性に乏しいデザインは定着しない。デザインをコロコロ変えることも厭わなくなってしまう。ヘキサゴングリルの元となった六角形グリルを持つ4代目。 レガシーハイブリッドツアラーコンセプトルイビトン主催のコンクールデリガンスアドバンス部門に選出。ナンバは後に同賞の審査委員の一人に抜擢されている。2008年6月、ナンバは富士重工業株式会社のデザイン部長に就任。同社とは2005年4月からコンサルタントとしてすでに関わりを持っており、2008年に入社して以降はインプレッサやレガシー、ォレスター、 ヴボーグなどの開発に関与した。2013年には同社のチーフエグゼクティブデザイナーに就任している。スバル社が持つ水平対抗エンジンや四輪駆動をはじめとする技術的な魅力をデザインで表現し、さらにスタイリングのイメージに統一感を持たせることで、それまで曖昧であったスバルというブランドイメージの確立を目指した。象徴的なものがスバルの 六連製に通じる六角形のフロントグリル、ヘキサゴングリルである。これは新規に考案されたものではなく、歴代のスバル社が有していたデザイン要素、すなわち四代目、レガシーの六角形グリルから発展させたものとなっている。過去の成功例を土台とするデザインで、スバルらしさを訴求し、さらにスバル社全体を同様のデザインイメージで統一していくことで、 スバルというブランド自体の認知度を高めることを狙いとした。ナンバはデザイン部長就任後、ハイブリッドツアラーコンセプトでヘキサゴングリル採用の方向性を明確にし、2011年に4代目インプレッサを発売。スバル本来の技術力の高さと魅力あるデザインとの組み合わせが評価され、2012年度グッドデザイン賞を受賞した。派生者の XV についても、 走りの楽しさが魅力的なデザインで表現されているとして、同賞ベスト100に入賞している。スバル社のデザインに対する評価が徐々に高まり、スバル社の購入を見送る理由として、デザインを上げる声が少なくなっていった。時代の同社デザイン部長、石井守の時代には、デザインフィロソフィーとしてダイナミックソリッドが打ち出されたが、 ヘキサゴングリルはそれを構成する重要な要素の一つとして継承されている。トカクスバル社は縦置きエンジントランスミッションに四輪駆動という独創的なパワートレインに加え、視界確保に関する厳格な基準を設けていたため、デザイン面での制約が多い。そこで、複数の競合他社製品について、各部の採寸を行い、売れ筋の製品が具備しているデザインの黄金比を、 導き出し、少しでもこの比率に近づけるよう設計しに、働きかけた。デザイナーの感性を、数値や画像、バーチャルリアリティなどで見える化することで、技術部門の理解と協力を得るとともに、開発の効率化を図った。ナンバーは2015年10月以降、首都大学東京の教員として、トランスポーテーションデザイン准教授に就任。二0十八年四月には教授となっている。 シュペールサンクトゥーノ、ありがとうございます。